本日はワールズ2017プレインラウンド2のデイ2マッチ2をお送りしております。さあ現在 W リーグが2勝を取ってリーチをかけているそういう状況です。先ほどの試合はコンディ選手のバロンスティールによって全てが変わりましたね。しかも2回ですよまさか2回もバロンスティールされるとはヤングジェネレーションとしても思いませんよね。ただしこう、1度目は、コンディのプレイ非常にいいものだったと思います。2回目はちょっととそのヤングジェネレーションの中での意思統一がどうだったのかなというのは気になるポイントでしたね。そうですね、エズリアジャングルが近づいているということもあるならば、一瞬だけ手を止めてもよかったのかなとは思うんですけど、バロンを続けてしまっている状態の中でヴィーナス選手が外に出てしまい、そのままキルというのもスティールされるような動きになってしまいましたからね。こうヴィーナスが行おうとしたのは、LG を見ていた皆さんに分かりやすく言うと、いわゆるアスタロールムーブといいますか、リーシンで外に出て、蹴っ飛ばして自身は戻ってくるという、ザ・ペンタにも乗ったシーンですよね、はい、あれを行おうとしていたんですけれども、それよりも先に中に入り込んでいたと、そして蹴り込まれるような形になってしまったので、バロンスティール成功した。ヤングジェネレーションとしても、ボットレーンのミスティック選手の完全に封じ込めて、そこからの動きといいますか、うまくゲームを作れてはいたんですけど、ナウル選手もコンディ選手をソロキルしたり、トップレーンのタワーを破壊し、リフトヘラルドの獲得も順調に行って、ヤングジェネレーションのペースではあったんですが、うまくコミュニケーションエラー、そしてコンディ選手のバロンスティール能力によって、WE が勝利してしまいましたというとおかしいですね、勝利しましたね。さあそして続いてのゲーム3WE はブルーサイドを選択しています。そしてサポートをベンからゼロへと変更してきました。変更を加えてきたのがなんとチーム WE 側なんですよ。これはベン選手がディフェンシブなチャンピオンが得意、ジャナーが一番象徴的ではあるんですけど、そこからゼロ選手に変えた。ゼロ選手はタリック、そしてアリスターをこのプレイインステージで使っています。そうなるとおそらくボットレーン耐えるのではなく攻めるような姿勢に変えたということになりますね。先ほどまではこう徹底して、ファーミングレリックスタートというのもありましたから、非常に分かりやすいファームレーンにするという感じですよね。ここからおそらく3戦目、特に WE が2勝を取った後の3試合目ということもあるので、自分たちの動きを先ほどからガラッと変えて攻めていく形にするというバンピックから一気に変えていくということが十分に予想されますね。これ勝っているのであれば同じような展開を続けてもいいのかなという気もするんですけど、ここで変えるんですね。そうですね、ずっとスローテンポだったのを一気にアップテンポに変えて、敵の狙いをスローテンポを崩してくるような狙いをこちらもアップテンポにすることによって潰すという動きが十分にありますね。なるほど。そしてヤングジェネレーション、ゲーム2の開始前、ドラフトを見た後、デイワンさんともお話ししましたが、得意チャンピオンを取って、そして勝っていた状況からの、大逆転勝利を食らってしまったというこの事実、メンタルにきますよね。とヴィーナス選手はおそらく、相当顔が落ち込んでいるというか、そうですね、暗い表情に沈んでいるように見えました。今映っているのはミッドレーンのナウルです。ナウルですらも辛そうにしている、そういった表情がヤングジェネレーションサイドからは見えてきます。さあそれではドラフトを見ていきましょう。ブルーサイドチーム WE、 レッドサイドヤングジェネレーションです。そして WE の番非常に早い、そしてこれは突き刺さる番になるでしょう。レクサイ、シンドラ、バルス、そしてヤングジェネレーションはセジュアニ、カリスター、ジャーマン4世。こうなると残っているチャンピオンは、ガリオ、ルブラン、ザヤを優先しましたね。さあまずはザヤをファーストピックです。ここでヤングジェネレーションとしてはバルスをバーンされてしまったのに、ピックというのをどのようにするかですね。コグマウというチャンピオン、トゥイッチというチャンピオンをピックして、その上でプロテクト AD キャリーの構成にするというのも十分に考えられるんですが、まずガリオの選択、ガリオ、ラカン、これは自分たちが WE に対してバーンしていた、そういったチャンピオンにもなりますね。ここは、ザヤであったり、ガリオ、ラカン、
まあ、様々なチャンピオンが開くことからも、まあ、どちらかピックできるということを考えて、ジャーバン4世を残しましたね。そして WE サポートを選ぶのかなというシーンですが、プレイヤーは変えましたが、ジャナですか。攻めるような姿勢には変えないんですね。そうなるとゼロ選手に、まあ、このワールズの舞台を経験させるという意味での変更というのも考えられますね。さあジャンナ、そしてグラガス、さあ6位です。さあピックを WE 全体的にガラッと変えてきました。ここを AD キャリーピックしないと、そうですよね、バーンされてしまって、できる AD キャリーというものがいなくなってしまうので、せざるを得ない状況でしたね。さあトリスターナです。そしてラカンが見えていた。そしてゼロなのでアリスターかなと思ったんですよ。僕もアリスターをピックするのかなとは思ったんですけど、ここでジャーダンを選択したということは、またボットレーン耐えるというよりはザヤをピックしているというのもあって、 AD を増加させてレーンをドミネートしていくような形にしましたね。さあそしてバンフェイズ2、ランブルのバンからヤングジェネレーションスタートです。さあ BO5 特有ですね、相手が出してきたチャンピオン、そして自分たちが苦しめられてきたチャンピオンをこうしたバンの中で、まあ、登場すると。チーム WE は徹底してキャリー系の序盤から作れるジャングラーを消していきますね。さあまずは2打リーとなると、この後リーシンも消される可能性がありますかね。ただ先ほどのリーシンに対して相当な恐怖心を植え付けたさせたので、コリーシンをバーンするよりは別のチャンピオンバーンしてくるということも十分に考えられますね。そしてヤングジェネレーションはチョガスをバーンしました。ということはこれはトップガリオン。そうですね、トップガリオンの可能性十分に高いですね。このこうミッドレーンで運用するのであれば、ルシアン・ジェイスというバーンが一番、そうですね、ベターですからね。そして先ほども WE そのまま行ってましたからね、自分たちがガリを使っていくときにバンとして行っていました。さあそして最後はエリス、ここで残っているのは、おお、リーシンピックするんですね。いきますか、もう一度ヴィーナス、さあ行くぞと、もう一度俺はやるんだと、今度こそはこのゲームを勝ち切るんだと、そういう覚悟を決めた表情に見えました。さあそれに対して WE、さすがにアサスのピックはないとは思いたいんですけどね。そうですね、間を変えにしますよね。こちらは打って変わって余裕がある表情ですね。見せピックをするほどに余裕があるというのは十分に彼らの表情からも伺えますね。さあ間を変え、残りはミッドレーナーのピックになりますが、まだルブラン、タリア、カサディンも使えますかね、いろいろ残っているので、どのチャンピオンにするかによって動きというのが変わりますね。オリアナをピックしたのであれば集団戦、カサディンやタリアをピックしたのであれば 1-3-1 の構成に切り替えていくということができますからね。おー、後期、さあ中盤に非常にプレッシャーの高い後期をピックして、おっと変えました、ジェイス。おー、ジェイス、これはミッドガリオ予想ですか。ただし変えられますよね、ヤングジェネレーションは。そもそもピックからしてもトップレーナーで、バーンからしてもトップレーンで使うことを考えられているとは思うんですけど、ラクサーナクラウンガードですか。いや、やめましたね。さすがにルブランに切り替えます。後期ルブランですね。さあルブランで6インです。チーム WE としてはミッドレーンのジェイスをドミネートさせることによって一気にゲームを決めていくような展開を望んでいますね。それに対してヤングジェネレーションは、まあ、受ける形のピックになりましたかね。ルブランのピックとなると受ける形になったと思いますね。お互いにキルレーンの試合になるとは思うんですけど、それがどちらに、まあ、軍配が上がるかですよね。さあゼロは非常に楽しそうにしていますよ。それに対してのこの表情の違い、すでに、まあ、窮地に立たされていると言ってもヤングジェネレーションは過言ではないですからね。さあこのチームの状況というのは非常に分かりやすい、そういったこの選手の表情の違い出ていますね。なんとしても勝ちたいヤングジェネレーション、そしてすでに2勝を挙げているから出てくる余裕のこの笑いを浮かべている WE、 ただこの余裕が彼らにとって悪いように作用しなければいいんですが、
さあ受ける、まあ、お互いにやり合うという話になりましたけれども、お互いどこから？やはりミッドレーンですね。ここはもうミッドレーンの勝敗がこのゲームの勝敗を決めると言っても過言ではないと思います。それほどまでに重要ですか？もしジェイスが勝てば、ミッドレーンのミッドゲーム一気にジェイスの力を利用して畳に来るのが WE、 それに対してルブラン、ヤングジェネレーションサイドが育てば、サイドレーンに対してのプレッシャーを大きくかけて1対1の形を作って集団戦を一切行わせなくするような動きになりますからね。さあ今度はミッドレーンが主戦場となりこのゲームを決する、そういった重要な場所になるのか。さあチーム WE vs ヤングジェネレーションのゲーム3スタートです。 CA 選手は攻めるビルドしてますね。ロングソードとポーション、そしてポーションをクッキーに変更している。そしてキーストーンは嵐乗りの釉薬、サモナースペルはイグナイトを持っています。それに対してナウルはテレポート、積極的に攻めていく、特にダメージトレードというところを狙ってますね。ただこれイグナイトを持った相手にこれナウル勝てるんですか？テレポートを持っているというのもあるので、ダメージトレードを一定以上行ってからテレポートで帰還することによってイグナイトでキルを狙われるというのを避けるような動きをすれば大丈夫だとは思います。 CA は一度で決め切りに行く、それに対してナウルはこうアドバンテージを、まあ、無理やり作ってもう一度戻ってくるという、そういうような使い方をすると。そうですね、これはミスティック選手ドランブレードを選択していることからもボットレーンアグレッシブに仕掛けていきそうですね。おっと、そしてこれまたしても行いますか、この動き。いや今度はラプターを狩りに行く、そこまでの動きは行いませんでした。レッドの位置を確認、これによってヴィーナスのジャングルの位置というものをおおよそ予測することができるでしょう。今回タンクジャングル、コンディ選手がグラガスを選択していることからもカウンタージャングルに来られると対処ができないということもあって、まずは視界の管理というところを行いましたね。いやうまいダメージトレードだ CA。 ワンアクションレベル1スキルがたった1つしかないにもかかわらず、まあ、ジェイスなのでホームチェンジすれば2つスキルが使えるというそういったところも生かしての動きでした。 CS を取りに行って一歩前に出てきたところを逃しませんでしたね。さあこの動き見えています。ピングが鳴っていませんね。気づいているかどうか。あ、鳴りましたね。さあ気づきました。今ヴィーナスがレッドバフを勝っているぞという情報を WE は手にしています。やたらしナウルも見せる。いや負けてませんね。負けていません。さあパレットが仕掛ける動きでしたが捕まりました。ゼロの返しが素晴らしいフラッシュダウンです。レベル1とレベル2というレベル差もあって仕掛けるというのはちょっと難しそうでしたね。クラッシュヒールがボットレーンダウンしました。このサモナースペルの差というところでヤングジェネレーションはかなり苦しいレーニングを強いられそうですね。そしてこれヤングジェネレーションこのゲーム3において初めてですかね、このコントロールボットレーン取られるというのは。そうですね、ここまではトリスターナ、コグマウというチャンピオンをピックしてレートゲームに向けた構成をしていたのでレーンの主導権を取ることができなかったんですが、今回ザヤを使っていますからね。レーンの主導権をそのザヤというチャンピオンの力を利用して取りに行ってますね。さあそしてヴィーナスがここから動けるのかどうかというところも気になります。ミッドレーンのポーションの状況、まだクッキーが2つ残っているのはシーア、そしてナウルはあとポーション1つです。ダークシールのポーションの効果の、まあ、増加といいますか、それは非常に大きいものですので、この1個であってもかなり大きな量の体力を回復することができるとは思いますが。さあ CS はほとんどイーブンという状況。さあミッドレーンに対してヴィーナスがまっすぐやってきますか。いやここから回り込むような判断です。その先にはワードが刺さってるんですよね。さあチェインを打てばかわす、そしてシーアが仕掛ける、そしてそれを見れば今度はナウルがかわす動き、非常にレベルの高いミッドレーン、お互いにかわし、避け合い、そして殴り合いの状態が続いてますからね。相当シビアなレーニング続けさせられてますね。
さあこのヴィーナスの位置を把握しようというようなワーディングを WE は積極的に行ってきます。このヴィーナス選手を序盤に仕事をさせなければヤングジェネレーション、ヤングジェネレーションとしてはそれだけで有利になっていきますからね。ただしこれミスティックに大量のダメージが入りました。そして横から入りますよヴィーナス。そしてさらにはテレポート、非常に速いテレポートだ。さあ狙いに行く、狙いに行く、ミスティックを狙いに行く。 Q はゼロに当たっていますが、さあナウルのチェインが間に合った。そして当たっている。まずはファーストブラッドをナウルが獲得、さらにはパレットが、この2人コンディとゼロの動きをしっかりとノックアップで止めていました。いや逃げとしても素晴らしかったんですけどね。ジャン、ゼロ選手のシールドが、シールドが上がってなんとかナウル選手のチェインのダメージを耐えることはできたんですが、それ以上には耐えられませんでしたね。テレポートの判断、そしてヴィーナス選手の入ってくる、ま、状況といいますか、それがうまく噛み合ってヤングジェネレーションは1キル獲得することができましたね。さあミッドレーンでのテレポートしっかりと有効活用していきましたナウル。おっとらし、このリコール見えていればまずいぞ。さあ捕まった、ビッコロダブルのブリンクアウトは間に合っているが、コンディ、うわー素晴らしい、パレットが守った、パレットが守った、体を張って自分たちの AD キャリーを守りました。ただここフラッシュ落とされてしまいましたね。パレット選手が守っている、パレット選手が重なっていることからもできればフラッシュは温存したかったんですが、もしコンディ選手がフラッシュを使ってからのボディスラムになると避けられませんでしたからね。ここはビッコル選手としても素晴らしい判断でしたね。ただし今の動きによってリコールのタイミングも遅れましたから、大量のミニオンが今タワー下でロストされています。こうなるとキルを取った意味というのがかなり薄れてしまいますね。アシスト分の有利というのはもう入らないでしょうね。ただしナウルのファーストブラッド、ここは揺らぎません。このファーストブラッドのさミッドレーン、非常に重要なレーンであったんですが、ファーストブラッド分のゴールド差というのがナウル選手に大きく作用して、シーエ選手から連続主導権というものを奪っていますね。ナウルのファーストアイテム、シーカーズアームガードを購入していますね。これは対ジェイスに対してのビルドでしょうけど、相当賢いビルド選択ですね。これでシーエ選手はレーンの主導権を取りに行くときに、殴り合ったときの、まあ、アーマーの増加値が高すぎて、この脅威があまり作用しなくなりますからね。このシーカーズアームガードというアイテムについてデイワさん、結構なんと言いますか、文句があると言いますか、一言言いたいみたいなことを前言ってましたけれど、ちょっと、まあ、怒りはありましたよね。どういった点で、元の、まあ、コストパフォーマンスだけでも1000いくつある、1050か1060ほどあるんですけど、スタックを貯めた時にアーマーと AP が15ずつ増加するんだけど、それを計算するとそれだけで 110-120% ほどあるっていう AD 殺しのビルドなんですよね。はい、あの AD キャリーからのメッセージでした。まあ、非常にコストパフォーマンスに優れている、そういうことですよね。なので対 AD に対しては積むのが非常にいいんですよね。おっと、そしてヴィーナス仕掛ける、そこに対しての英雄降臨、そして合わせるナウル、しっかりとアシストが入った上でまたしてもキルがミッドレーンのナウルに転がり込みました。うわ、これは素晴らしい判断ですね。英雄視界はなかったんですけどね、うまくコンディ選手に Q スキル当てましたね。ただし戻ってきたタイミングにとてつもないダメージだ。シーアソロキル、いやアームガード持ってても関係ないんですね、彼のこうダメージ能力というか 1v1 の性能においては。ダブルバフがシーアに入りました。そしてタワーを削るのは非常に得意としています、このジェイスというチャンピオン。いやただし無理はしません、視界を取りに行きます。このワンキル入ったというのが大きいんですよ。しかもソロキルというのもあるので、ソロキル分の経験値というのは非常に大きいので、ミッドレーンレベル1差がつくのは間違いないですね。いやこれ今までやってきたヤングジェネレーションのこのナウルに対してゴールドを入れるという動きが今のワンプレーによってひっくり返りましたか。一気に崩されましたね。ブルーバフも CA 選手に入ったので、このまあ、マナの消費が辛いというジェイスの弱点がマナ、青バフによって補われるんですよね。そうなるとナウル選手としてもレーンのプッシュの主導権、そしてダメージのトレードというのも非常に苦しいものになるので、ここかなりナウル選手としては、まあ、厄介な状態になりましたね。 CA 選手が
そして CEA の方が先にヨウムの霊剣完成しました。靴は持っていません。ここでシーカーズアームガードを優先した、まあなんていうかゴールド差ですか、ビルド優先差ですか、そこが顕著に出てきましたね。さあグローバルゴールドのところでは10分経った現在もほとんど離れていません。400ゴールドほどユーレ取っていたのはヤングジェネレーションでしたが、その差も埋まりつつあります。そしてヴィーナスのビルドがまた違いますね。ディアマトを購入している。ここはカウンタージャングルを中心に考えてのビルドに変えたみたいですね。ディアマトを作ることによってジャングルのクリア速度というのは非常に速くなりますから、そこを考えてですね。さあミッドレーンの非常にレベルの高いダメージのトレードの試合が行われています。ただしナウルが削ったとしてもシエはレッドバフがありましたから、かなり体力を回復できている状況です。さあヴィーナス狙いに来ますか。ただし移動速度アップがあります。しっかりとシエ下がれている。一度ナウルはリコールに入ります。痛いですね。強化されていないショックブラストでもこのダメージ、もし強化されていたら HP は4割ほど消し飛んでいましたね。さあただし CA がリコールするその前にテレポートを使ってナウルが戻ってきます。これがイグナイトはありませんけれども、テレポートを持っているミッドレーナーの強みですね。ここダイブの動きというのを考えてそうですね。さあ一緒にパレットも動いていますよ。やっぱしっかり警戒しますね。いやーしっかり体の寄せ方がうまい。トップサイドに寄せているので入れません。コンディ選手のポジションというのも分かりませんでしたからね。無理に入れば下手をすればトリプルキルの可能性もあってしまうので、なかなか入るということができませんでしたね。視界はなかったはずなんですが、CS 素晴らしい動きです。いやゼロ選手にすでにアーデントセンサー完成しましたね。ここダメージの差というのボットレーンかなり大きく出そうですね。ここから一気にタワーに対してプレッシャーをかけていく、そしてドラゴンの確保という動きが考えられますね。さあアップしているのはクラウドドレイクです。シエ選手がジェイスを使用しているということもあって、サイドレーンのローム、特にミッドレーンのタワーを破壊した後のサイドロームということが強力なのを考えると、このクラウドドレイクというのは確保しておいて損はないですね。ヤングジェネレーションの取れる、まあ、1-3-1 の構成、まあ、それに相性のいいドラゴンだと言われていますね。そうですね、この対処するのに足が速いというのはそれだけで大きな強みになりますからね。ただ1-3-1となるとやはりこう早めにゲームのテンポを作りたい、そういった感じもしますけれども、まずはどこかしらのタワーを破壊してからボットレーンのスワップというのを行いたいですからね。さあコンディもクラウドドレイクに対しての視界のコントロールを行います。シーンへとともにプレッシャーをかけていく。さあそこに飛び込んでいくナウルですが、さあ英雄降臨、トップレーナーのノクティ持ってきて、そしてそのままキルにつなげていく。ヤングジェネレーション1キル獲得。ただし9号のコーニーやってきた。フォーカスをどこに絞るのか。フェザーストームはヴィーナス当たっていますがダウンはしていません。そして俺に夢中から時間を作っているのはパレット。そして生き残っている、生き残っている、ナウル生き残っている。そしてビッグコロがジャンプインから飛び込んでダメージを出していますが、9号ならもしっかりとキルを取っている。さあこれノクティがダウンだ。さあトレードとしては2-1のトレードになっています。2キルを獲得したのはチーム WE。 ミスティック選手一体何があったんですか。彼一瞬体力が1割ほどになったんですけど、すでに6割近くまで回復してるんですよね。ちょっと確認できませんでしたね。ここのチェインをしてから英雄降臨でシーエ選手をキル取る動き、このあと俺に夢中だが残っているのでうまくミスティック選手を捕まえることできたんですけど、いやここなんですよ、ここかなり削れてるんですけど、一気に体力が一気に回復しましたね。ゼロ選手のヒールですね、ここまで我慢してたんですね。おっとしかしそのミスティックボットレーンでダウンです。これリコールすることなくヤングジェネレーション仕掛けたようですね。いやこのキル取られたというのを先ほど生き残ったんですが、ちょっともったいないですね。そしてなんとボットのファーストタワーの破壊につながりました。
ファーストタワーをカバーすることよりもリフトヘラルドを優先しましたね。これはミッドレーンのタワーを早めに破壊したいということになりますね。ただしファーストタワーが1本折れたということは131も検討に入ってくると思うんですが、そうですね、まずはトップレーンにこの AD キャリー、ビッグコール選手とパレット選手を移してトップレーンのターンに対してプレッシャーをかけていく、その後ですよね、そのタワーの破壊した後の動きというのが重要になってきますね。さあボットレーンの仕掛け、おっとテレポートイン、957はテレポートを使っていましたがノクティは使っていませんでした。いや、うまく避けてますけど、ノックアップからナール選手のチェインが当たりましたか。クールダウンを見ているとフラッシュはあったようですがミスティック使いませんでした。ここは確実に取られるということを考えてフラッシュを温存しましたね。さあまたしてもミッドレーンを狙っているのはパレットの動き。さあまずはボットのファーストタワーを破壊していくのはチーム WE、 それに対してトップのファーストタワー叩いているのはヤングジェネレーションです。ここ957選手だけで守れるかどうかですね。守れないですよね、上がるしかない。セカンドタワーに使いましたか。ただしこれリフトヘラルドが召喚されましたから圧倒的に WE の方がタワーの割る速度が速いですよね。そうですね、そして体力も残っていますからインヒビタタワーを守らなければいけません。ヤングジェネレーションリコールしています。ここはリフトヘラルドを獲得したというところをうまく生かしてますね。ここで本来ならばトップレーンのセカンドタワー、ボットレーンのセカンドタワーの折り合いになるところを一方的に破壊して、このオブジェクトセカンドタワーとボットレーンのタワー、ボットレーンタワーじゃないフェンウィン、この ドラゴンを獲得することができてますから、すみません、ちょっとグダグダで。いえいえ、大丈夫ですよ。さあ、クラウドドレイクの獲得にもつながりました。これでタワー2本に対して、タワー2本、さらにはクラウドドレイクに対してタワー1本しか、ヤングジェネレーションとしては、まあ、取れなかったと。そしてここからミスティック選手とゼロ選手がトップレーンサイドにローム、スワップをすることによってこのトップレーンに対してのプレッシャーをかけられる、加えて言えば破壊されてしまう可能性の方が高いので WE が一方的に有利を獲得しすることになりますね。ただナウルのガンブレードが完成はしましたが、いやー5人で割りに来ます、近づけません。トレーンにビッグコール選手とパレット選手が移ったことから131の形に変わった、ならばミッドレーンの破壊を優先しようということでミスティック選手とゼロ選手はミッドレーンに寄っていましたね。さあここのローテーション非常に素晴らしかった。ミッドのファーストタワー破壊はチーム WE です。できればカウンターの動きでオブジェクトもしくはどちらかのジャングルの視界というのを確保していきたいんですが、すでにトップレーンの視界を確保しているとなると131の形でボットレーンに対してのローミュをすることは十分に考えられそうですね。さあボットレーンを押し込んでいるのはミッドにいたナウルです。ガンブレードは先ほど申したように完成している、そしてミッドレーンを押し込むのはこの3人、ただし後ろにタワーがありません。さあトップのタワーも削られている、ここに対してノクティ夜動きを見せていましたが一度下がります。ちょっと対処守るのは難しいですね。対処ができませんでしたね。ボットレーンサイドにビーナ選手がレッドバフを優先したことによってトップレーンサイドにはまだノクティ選手しかいないだろうという判断で WE のミスティック選手はたった一人でタワーの指示を行っていましたからね。さあタワーの割合によって WE ゴールドの有利を作りつつあります。2000ゴールド近く有利を取っています。ここでカルのスタックが終了したことを考えるともう、ファントムダンサーが完成しましたね。そしてシゲ選手にブラッククリーバーが完成したことを考えるとここで WE としては一度攻めにかかりますね。そして957もグローリーはすでに持っている状況ですからエンゲージもできますね。どこに対して仕掛けに行くでしょう。特に131の形を取っているときに特に浮きがちなノクティ選手を切る狙いに行くという動きが十分に考えられますね。そしてそのノクティはトップレーンに陣取っています。そしてバロンが30秒後にアップしますね。このバロンに対してどちら特に WE としてはプレッシャーをかけていきたいんですがここしっかりとヤングジェネレーションを抑えてますね。特にノクティ選手がトップにいることによって英雄降臨のプレッシャーが常にかかりますから。
ス957、非常に短期ではありますが、ナウルであればあの位置まで押し込めるということのようですね。それに対してのカバーのワードもしっかりとジャングルの中に刺さっています。さあただしこのレッドバフはエディキャリーに渡すことができませんでした。コンディスティール成功。いやこれは抑えましたか。スマイトでヴィーナスが、まあ、致し方なくしか、抑える形になりました。ここからバロンバフが湧いたことを考えると、この中盤非常に強力なチャンピオンジェイス、そしてザヤというチャンピオンの力を利用してミッドレーン、そしてトップレーンのセカンドタワーにプレッシャーをかけつつバロンサイドの視界を取っていく。ただバロンを始めるというのはちょっと難しそうですね。さすがにやるのは厳しいと。やはりパレット選手のラッカンというチャンピオンのイニシエイト、そしてその後に入ってくるノッキー選手のアルティメットのことを考えると始めるというのはちょっと難しそうですね。こう一塊になった時は逆にパレットとしてはチャンスなわけですからね。そのバロンバフ、さあこれ見えていません。クリアしたつもりだったんですがうまくかわしていました、ヤングジェネレーションのこの2人。さあ1キル獲得、ミッドレーナー越し、そしてパレットが仕掛けている、フォーマンチャームだ、完璧に決まった。それに合わせるノクティル、さらに CCAU 降臨、打ち上げは入っている。ただしキャリーに届いているか、ゼロを狙っているのはジャングラーとサポートの2人、そしてチームが離れ離れになってしまった。これはビッグコロも逃げなければならない。さあどうする、ミスティックがダメージを出せる状況だ。フェザーストーンがフラッシュ、1仕掛けたスリーマンの入っている、そしてスネアで捕まえてそのままキルにつなげられます。さあこの集団戦勝ったのは WE。さらにヴィーナスも捕まえている、逃げる先がありません。いやこれキル取られてしまうと、あトップリのセカンドタワーに行きますか、バロンバフに行きませんか。さあミスティックに大きなゴールドもこれで入りました。ビッグコロはミッドレーンを押すことを選択しました。もう中断戦どうすることもできなかった。ナウル選手がテレポートを上がることを考えると、止めることはで可能、いや難しそうですね。さあバロン始めています、バロン始めています。ジャングラーはダウンしている、ヴィーナスはダウンしている。テレポートでやってきましたヴィーナス、いやこれはナウルですが、ビッグコロナウル近づけません。バロンに対しての CA のプレッシャーが高すぎる。さあしっかりとスマイトでコンディが抑えました。バロン獲得、チーム WE。 いや仕掛けたのはヤングジェネレーションでしたが返される形になってしまいましたね。ここうまい動きでしたね。ここ WE もそれを見てトップサイドに寄ってきてるんですが、このパレット選手の入り方非常に素晴らしかったんですが、でゼロ選手がミスティック選手と分かれてピールができない状態になって、この集団戦ヤングジェネレーションが勝つのかなと思ったんですけど、この2人のタンクラインが強すぎたこの中盤においてタンクのダメージが非常に大きいですから、そしてこのフラッシュイン、もしこの3人の側にビッグコロが陣形を取ることができれば、そうですね、おそらくこの集団戦はヤングジェネレーションの勝利となっていましたね。ビッグコロの前に前線が全く構築できませんでした。ミスティック選手にキルを入れていくというのも非常に素晴らしい動きですね。ハロンバフを持っていることから AD 増加でのこの C 選手ジェイスのポーク非常に強力になりそうですね。さあヤングジェネレーションは AD キャリーのビッグコロを CG に使っています。たった一発で5割消えましたね。いやーこれはちょっと耐えられないですよ。さあそして CC チェーンで捕まえた、ナウルが消えた、ナウルが消えた、ミスティックのキルになる。そのままインヒビターを狙いに行きます。ビッグコロはリコールをしている。957はテレポートを持っている状況でトップレーンを支えています。そのままインヒビターに触っているヤングジェネレーション、キャリーがかけました。この時間のナウルがかけては仕掛けられない。さあ W 攻める、攻める。もしかしてゲームエンドを狙っているのか。ナウルが復活するまで24秒。いやーテレポートしてる。さあ来た、さあ来た、ゲームエンドを狙っている。このスピード感がチーム WE。 さあノクティが一度前線を張ってはいます、張ってはいるものの、さあネクサスタワーが1本ダウン、ビッグコロも戻ってきました。バスターショットを使って相手を退けるんですが、さあこれ捕まった、逃げてはいる、逃げてはいる、英雄氷も使ってはいます。しかしその間にネクサスタワーが全て破壊されました。ただしナウルがアップ、ナウルがアップ、ここで復活です。いやスネル3人絡まって身動きが取れない、仕掛けられない、仕掛けられない、ヤングジェネレーション。ただし時間がかかりすぎました。ここで WE 下がります。しかしネクサスタワー全て追っていきました。ここでもう一度リコールをしてから、このタワーで得たゴールドをビルドに変換することによって
もう一度ゲームエンドの形を狙いに来ることは十分に予想されますね。特にミスティック選手がインフィニティエッジ完成しましたから。さあ6800ゴールドまで有利が広がりました。ちょっとヴィーナスのメンタル気になりますね。今おそらくリコール押したと思っていてできていなかったような、そういうカメラアングルにも見えましたね。かなり、精神的にも来てそうですね。さあ大きな有利です。バロンバフは残り23秒あります。ビッグコロの体力が C へのショックブラッツと一撃で 50% 吹き飛ぶ。ここで、パレト選手に、アーデッドセンサーが完成したことを考えると集団戦というのは行えますね。いや、しかしそのパレットの体力が5割吹き飛びました。仕掛けられない。ノクティがタンクライン持ってはいますが仕掛けられない、仕掛けられない。パレット弾き返された。俺に夢中だのクールダウンは今上がりましたが一度ベースに戻って回復しなければいけない。その間にインヒビーターが割れた。ネクサさん丸裸だぞ。ここで思い切って仕掛けますがもう済んで跳ね返された。相手のバックラインに到達していない。そしてナウルも捕まっている瀕死の状況。ゾーニアを使って時間は稼いでいるものをフラッシュアウトしてベースに逃げるしかなかったんですが、そこも CA が逃がさなかった。ショックブラストでしっかりとキルを取っています。そしてそのままネクサスを狙っている。さあネクサスを破壊してなんとこのグループステージの進出をかけたこの勝負 3-0 で中国のチーム WE が勝利しました。うまくナウ選手にキルを集めることによってミッドレーンの主導権を獲得していた。その結果ブルーバフのコンディ選手のキルであったりブルーバフの管理を行えることはできたんですが、その後にナウル選手が、ソロキル、シエ選手にソロキルされてしまったというのがかなり大きかったですね。あのブッシュの待機からのワンアクション、あそこでまずソロキルというところでレベル差ができた。そしてダブルバフの獲得によってミッドレーンの主導権を特に強い時間獲得されてしまっていたというのが非常に大きかったですね。いやただ集団戦の質といいますか、彼らのタンクライン、フロントラインのフロントラインを、ミスティック選手を守る動き、そして分断した後の判断というのが非常に丁寧でしたね。ヤングジェネレーションとしても非常にこう自分たちのゲーム展開を作ろうとゲーム2、ゲーム3と動いてはいたんですけれども、それをうまく作ることができませんでしたね。 CA 選手のジェイスの中盤でのダメージの出し方、特にポークの精度というのがあまりにも高すぎて当たりを起こす前に 体力をかなり削られてしまっていたというのが非常に痛かったですね。こうなんというんでしょう、ヤングジェネレーションとして初の国際戦で、そしてグループステージの一歩手前まで来て、そしてあのゲーム2取れなかった、あそこ本当に勝てればというような感じに見えましたね。あそこで勝っていればおそらくヤングジェネレーションとしても、波に乗ってこの2戦目特に、まあ、バンピックのところでリーシンやシンドラー、そして、まあ、他にもターゲットマンというところを行わせることはもしかしたらできたかもしれないので、あの2戦目のコンディ選手がこの、まあ、BO5 を破壊したと言っても過言ではないですね。そうですね、バロンスティールを1ゲームの中で2回行いましたからね。バロンスティール、まあ、今回のプレインステージ全体を見るとバロンスティールの回数はすごく多くないですか。そうです、比較的こう多かったなという印象はありますね。バロンスティールが行われると、まあ、LOL 全体でミステリーギフト であったり、まあ、ヘクステックテストからのレジェンダリースキルの確率が増えるというのはありますが、すでに上限にいってますからね。そうですね、各グループでまあ4倍までスタックするということなんですけれども、まあ、すでに上限に達している、まあ、今日入る前にすでに上限に達していたのでそれ以上は増えないんですけれども、まあ、非常にバロンスティールが多いと、何かの魔力がこのワールズにかかっているのかもしれませんね。まあ、ただワールズの舞台も非常に長い間そして頻繁に試合が行われますから、まあ、とはいえ多いなという印象はちょっとありますけどねちょっと、まあ、バロンバフを取られてしまうと、まあ、選手としてもメンタルにも決まっ、特にジャングラーのメンタルにきますからね。まあ、あのコンディはですね、その中国一そのスマイトによる、まあ、そのバロンを抑える動きがうまいというところなんかバロンの子というようなあだ名があったりするぐらい、まあ、実はスティールが得意なプレイヤーなんですよ。そしてこれをワールズの世界でもやってのけたと、それとんでもないですね。バロンの子っていう
なんていうか相性というのはちょっと面白いですね。まあ中国語でしょうから本当に皆さんどうなのか分かりませんけど、まあ、日本語訳の中では、まあ、バロンの子というところで、まあ、オフィシャルでも紹介されていましたね。それほどまでにバロンスティールと得意としているとなると、やはり WE に対してバロンをジャングラーが落ちていない状態でバロンをするというのはちょっとどころかかなりリスクのある行為になるのかもしれませんね。そうですね。今後戦うことになるグループステージの中でも、まあ、ちょっと脅威になるのかなというような、そういう勢いを見せる試合でしたね。そうですね。そして本日の試合はまあこれにて終了したんですけれども、この後まあ抽選会が行われます。グループステージの、まあ、グループ A から D までこの、プレインを戦って勝ち上がった4チームがどのグループに入るのかという抽選会が行われます。その前に本日の結果をもう一度確認していきたいと思います。本日の試合をもちましてワールズの2017プレインラウンドは終了いたしました。そしてプレインを勝利しグループステージへ進出したのはフナティック、クラウド9、そして先ほど勝利したチーム WE、 そしてもう1チームがもう一歩手前、先ほど戦っていた1907フェネルバステを倒して勝利した、すみません今ド忘れしてしまいましたけれども、あれでも上がったって1907で、あ、そうですね、1907フェネルバクチェですね、大変失礼しました。1907フェネルバクチェが、今回チーム 1e スポーツを倒して勝ち上がったということになりましたね。まあ、どのチームも特に1907フェネルバクチェの勢いですよね。 HKA を倒してグループラウンド1を1を獲得してからこのグループラウンド2を3-1 という形で勝ち抜いて次のグループステージに上がることができましたからね。全体を見るとやはり5大リーグが上がっているのかなという中で、この1907フェネルバフチェに対しての期待値というのはやはり高くなりますよね。そうですね、今回のプレインから、唯一勝ち上がってグループステージへ上ったのはトルコ TCL 代表の1907フェネルバフチェのみとなりましたね。あとは GPL からギガバイトマリーンズがどれほどの動きを見せるかなんですが、フェネルバフチェ本当に動きといいますか、特にフローズン選手の動きとんでもないですよね。最後のフェネルバフチェと HKA 戦で見せたエコの動き、とんでもないものがありましたからね。そうですね、まあ、このワールズに入りますと、もちろん有名なチームはたくさんのファンがいますし活躍するんですけれども、そんな中で例えば去年の ANX アルバスノックスルナであったりっていう、その元々のワイルドリージョンのワイルドカードリージョンのチームがこう活躍すると、非常に人気を得てですね、こう、なんて言うでしょう、ワールドの中で活躍するというようなシーンが生まれたりするんですよね。なので、こういった、今年の ANX はどこなんだいみたいな視線でこうゲームを見ている方も、いらっしゃるんじゃないかなと思いますね。そうなると1907フェネルバフチェがその枠になるかもしれませんね。さあそして今回そのこの後のグループステージの抽選なんですけれども、実は4チームずつのグループに分かれるんですけれども、すでに他の3グループ、3チームは決定している、すでに抽選が終わっているんですよね。これ今ちょっと映像で出せますでしょうか。さあ現在のワールズ2017グループステージ、グループドローという表記をされていますけれども、この後抽選されるプールの状況ですね。グループ A が EDGエドワードゲーミング、LPL、そして韓国の SKT、SK テレコム、T1、HQ e スポーツ、こちら LMS ですね。そしてグループ B が、ロングジューゲーミング、LCK、そしてイモータル、こちらが北米代表、そしてここにギガバイトマリンズが入っています。そしてグループ C が G2 e スポーツ、サムソンギャラクシー、ロイヤルネバーギブアップ、そしてグループ D がフラッシュウルブス、ミスフィッツ、TSM、チームソロミッドという状況になっています。そして一番下に空いているこの空白に対してこれからグループステージを勝ち上がった4チームが入っていくと。このグループを全体を見ると、いつものワールドですと強豪が2チーム同じグループに入って、このグループは本当に大変なんだろうなという印象があったんですが、この今回のワールドは全てが激戦区ですね。そうですね、そしてこの後さらにそれが煮詰まってくると。
そしてこの抽選なんですけれども、同一地域のチームが同じグループに入ることはそのルール上ないとなっていますので、まあ、例えばクラウド9であれば入る可能性があるのは A か C、 NLCS からやってきているイモータルと TSM が入っているグループにはまあ入らないと、そういったような適用がされます。くじとしてはアルファベット順に引いていくんですけれども、同じ地域を引いてしまった場合には一つずれると、アルファベット順でずれていくというルールになっています。これはグループ A とグループ C というのも非常に厳しい戦いになりそうですね、クラウド9は。さあこのグループどこか気になるチームがあったりしますか？やはりグループ A は SKT じゃないですかね。もう一度、まあ、ワールドチャンピオンに輝くのか、それとも別のチームが SKT を下して別のチームがワールドチャンピオンになるのかというのは一つの、まあ、このワールドずっと数年を通しての、まあ、期待ですよね。そして、まあ、グループ B はやはり僕ロンジュとは言いたいんですけど、ギガバイトマリンズ結構期待してるんですよね。先ほどヤングジェネレーションやはりうまいんですよ。チーム全体もうまいですし、ボットレーンのから作り上げる動きというのも非常に素晴らしい、目を見張るものがあったんですが、それでもこのギガバイトマリンズというチームはヤングジェネレーションよりも数倍強い、彼らよりも大きな成績を残して GPL1 位に輝いてこの舞台に立っていますから、まあ、ギガバイトマリーンズがこのロンジュ、そしてイモータルというチームにどれぐらい立ち向かえるのかというのが、まあ、非常に僕としては、まあ、楽しみにしてますね。そして、まあ、グループ C は、まあ、サムスンギャラクシー、そしてロイヤルネバーギブアップ、G2 e スポーツ、どれも強いチームなんですけど、特に G2 e スポーツでしょうか、うん、彼ら、まあ、本当に強いチームなんですよ。 G2 スポーツはパークスはおそらく僕の中では EU で最強のミッドレーナーだと思ってますし、ズイベン選手は非常にアグレッシブ、特に、まあ、レックレス選手に対しても十分に対抗できる AD キャリーでもあると思っているので、まあ、本当に、まあ、グループステージを勝ち抜いてこの次の段階にも進んでもらいたいとは思うんですけど、国際戦になると G2 スポーツ、まあ、なんていうかあまり成績を残せないというのがあるんですよね。まあ、よく言われていますよね。去年の世界大会は国際大会以降、まあ、2回連続でそういったシーンがあってから、まあ、実にそういう風潮があるというふうに言われていて、まあ、それをずっと払拭したがっていると。国内最強、ただ国際戦はあまりというような印象がついてしまっているので、ちょっとそこをどうにか払拭していただきたい。あとは僕はロイヤルネバーギブアップ、実はシーズン3の頃に応援していて SKT を倒すんじゃないかなと思っていたんですけど、まあ、その頃の確か AD キャリーがウージーで、まあ、サポートが今の HKA のコーチをしている田部だったんですよね。まあ、そこの中で今回またロイヤルネバーギブアップ毎年出ているんですけど、まあ、今回は優勝してもらえないかなと。ウージーは中国の中で一番強い AD キャリーと思っているので。そうですね。そしてウジといえばこうタイトルがどうしても取れない。そうなんですよね。唯一取ったのが昨年のオールスターの 1v1 だというところで、まあ、報われる機会がなかなかないというのもありますからね。まあ、彼の特徴の一つでもあるのかもしれませんね。まあ、ただ望んだ特徴ではないはずですから。そして、まあ、グループ D はフラッシュウルベス、結構、まあそうですね、スカーズに入っていた時のソロ級でも、まあ、フラッシュウルベスのミッドレーナーカーサ選手や AD キャリージャングルですね、メイプル選手であったり、まあ、ソードアート選手のサポートであったりも当たったりというのも結構あって、彼ら本当に素晴らしいプレーを何度も見せてくれていたので、僕は結構フラッシュルベスここのグループ D を勝ち抜いて次のステージに進んでほしいなと思うんですけど、今年の TSM、 いや期待値高いですよね。まあ、去年も高かったので僕はもう何と言っていいのかちょっとわからないんですけど、まあこの抽選を見た後にですね、まあ、海外のアナリスト陣、北米のアナリスト陣は、まあ、TSM が抜けるのは確実だろうとまで言われていましたから、まあ、TSM、まあ、ダブルリフトの成長というのが一つ大きな理由のですよね。まあ、今まで僕が TSM をちょっと見ていた感想としては、ちょっと港外れのことを言ってしまっていたら申し訳ないんですけど、ビアーグセンと、ダブルリフトが、まあ、お互いのキャリーなんですけど、
まあ、どちらがキャリーするのかちょっとあやふやになっている、そんなような状態が続いていて、まあ、WDFTが休暇に入ったというのがちょっと僕の中で印象だったんですけど、今回はお互いをしっかりキャリーし合うという、まあ、そのような空気のいいようなチームになったような印象があるので期待値は高いですね。まあ、およそっていうかもう合ってると思います。そうですか、はい、WDFTが入るぞというニュースを入った時にこういや TSM これでビャグ戦の負担が減るなという話もありましたけれど、そこはあまり変わった印象がないままというのが休暇に入る前の印象でしたからね、まあ、そこから随分と変わったなというところはあります。そしてここから抽選会が始まるようですね。どのチームがどこのグループに入るかですね。ただどこも激戦区ですから。さあそしてこちらの抽選会、毎回選手が出てきて抽選を引くんですけれども、今回はですねスネーク e スポーツ LPL のスネーク e スポーツから自体選手が抽選に来られるというところでこちらに情報が入っています。さあ4つのボールが入っているのが見えますね。さあこの4つのチームです。フェネルバフチェ1907フェネルバフチェだけは全てのグループに入る可能性があるんですよね。そうですね、1907フェネルバフチェのみ、まあ、どこのリージョンも被るところはありませんから、どの、ABCD どこにも入る可能性があります。そんなグループですね、どれも。クラウド9が入る確率があるのは A か C、 フナティックは A か B、 フェネルバフチェは全て、そして WE は B か D、 ここに入るということになります。全てがバラバラになるというのは去年との違いですよね。さあ運命の抽選をするその役目を担うのがこのスネーク e スポーツの自体選手。これプレッシャー相当なもんじゃないですか。まあちょっと引くのは怖いですよね。ここで、まあ、SKT の入っているところに誰が入るのかといったところで、まあ、やってくれたなと。さあそして自体は自分たち の、 その中国のチーム W をどこに引くのかというのもあるでしょう。さあまずはクラウド9これは A になりますので、これクラウド9入りますね。そのまま A に入ると思われます。いやこれでエドワードゲーミング、SK テレコム、HQE スポーツクラブ、そしてクラウド9になりましたね。さあアジアの強豪たちの中に北米の際のチームクラウド9が入ることになりました。さあそして続いてグループ B の抽選です。 B に入る可能性があるのはフナティックか WE ですね。いやそのまま入りますね。ああフナティックです。さあフナティックがグループ B に入ります。いやちょっと僕楽しみですね。ロンジュのプレイ選手と、フナティックのレックレス選手が戦う姿見てみたかったですからね。さあこうなるともう組み合わせとしては決定ですね。 WE は B か D にしか入れませんから、引いた自動的にグループ C にはフェネルバフチェ、グループ D には WE ということになるはずです。さあ WE を引きました。ただこれはグループ D にずれるんですね。さあ同じ中国のチームとしてはどうなんでしょう。グループ B か D、 LCK のチームがいるチームといないグループというところで避けられたのは嬉しいのかどうなのか。さあそしてもうすでにはまっていますね。グループ D に WE が入りました。最後に1907フェデルバフチェと。さあそしてフェネルバフチェです。このついに出てくる韓国のリージョンというところで LCK 彼らがどれほど戦えるかですね。サムスンギャラクシーですからね。ここのルーラー選手も結構好きなんですよね。あのジンの勉強させていただいたんですよ。スキルショットが非常に素晴らしいプレイヤーですよね。このルーラーと選手というジンの動き方が本当に素晴らしくて、アルティメットを使うタイミングというのが一度削ってからアルティメットもしくはイニシエートの時に使うタイミングなんですが、確実に止められない位置に使うんですよね。さあ AD キャリーの話をするのが大好きなね解説デイワンというところで、AD キャリーがメインロールですからね。それ
それは仕方ないことかもしれませんね。まあ、そして、まあ、これからワールズグループステージというところでよりレベルの高い AD キャリーも出てきますし、各レーナーチーム戦、まあ、全てにおいてリーグオブレジェンドの e スポーツの競技シーンにおいての国際戦、その今年のてっぺんを、頂上を決めるのがこのワールズですから、そしてグループステージですよ。いやー、このグループステージがまずどこが勝ち抜くかですよね。この長丁場になりますからね、まずはメンタル体調面といったところを選手たちには気にしてほしいですね。さあ、このワールズは全てですね、まあ、既に経過している時間はありますけれども、全てで7週間にわたって行われますから、体調も管理しながらこの非常に熾烈を極める戦いを勝ち抜いていかなければならないと。さあ、投票終わってみて、各グループ、グループ A に C9、 グループ B にフナティック、そしてグループ C フェネルバフチェ、グループ D WE となりましたけれども、どうでしょう、どうですか、組み合わせとしては。組み合わせとしては、僕としては妥当なものじゃないのかなとは思いますね。まあ、地域がやはり分かれているということもあって、こことここはぶつかってしまうとちょっとこのグループはというような印象はそこまでない。そうですね、特に、まあ、僕としては1907フェネルバフチェに韓国チームのいるグループとして戦ってもらいたかったので、僕としてはまあこれで満足してますね、組み合わせとしては。なるほど。さあ、それではその次回のワールズ2017のグループステージですね、こちらの放送時間についてですが、放送開始が10月の5日木曜日からです。こちらが10月5日の木曜日午後4時からの放送開始を予定しております。さあ、ついにグループステージが始まります。非常に楽しみです。さあ、それではまた次回グループステージの配信からお会いいたしましょう。それではさようなら。さようなら。Legends never die when the world is calling youCan you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you play for reaching greatness, relentless you survive.Turning